はい、格闘タクニュース、ゾウの雑白です。今回は犯罪者を称賛する愚かな格闘メディア、パンちゃんリナと朝倉未来の極悪行為とはについてです。先日我らの可愛すぎる番内2のパンちゃんリナが逮捕されました。逮捕の内容はかなり悪質なものでした。生活に困って持ってたポスターにサインを書いたというわけではなく、月100万近く使う浪費の中で怪我をし、生活が水準を落としたくないので犯罪に手を染めたようです。あくまで推定です。でどのようにしたかというと、ポスター自体を偽造し、そのポスターを複数枚製造し、そこに自分で手書きして売ってたそうです。いわゆる組織的な犯行とも言えるものです。現在余罪があるので取り調べ中です。パンちゃんリナもそうですが、ブレイキングダウン関連の犯罪者が非常に多くいます。パンちゃんリナは選考委員でした。そして運営側の人間も今現在詐欺で裁判中です。そしてアンポンタンルキアのチームメイトも、これは平本の蓮君の動画で言っていましたが、素人の首を折り、お金を取り、ただ逮捕されず示談になったそうです。それ以外でも、その人はツイッターで堂々とネズミ講をしていた人を集めていました。当たり前ですが、ネズミ講は違法です。その他、オーディションに参加した人が、役の売人で暴行で捕まり、またまた大麻で捕まったりですとか、犯罪の限りを尽くしています。またおでんツンツン男なども出てきたり、犯罪者を集めて喧嘩やらせコントがしているのがブレイキングダウンです。本来であればこのような犯罪行為などはメディアの方でしっかりと断球する必要があるのですが、逆です。どんどん犯罪者をもてはやし、再生数を稼いでいるのが格闘メディアなのです。ここで僕はある一つのツイートを発見しました。格闘メディアの中の橋本さんというライターの方がパンちゃんリナについて擁護していたのです。これはパンちゃんリナの試合動画を切り抜いた人がサイコパスの目をしているということで叩いていたそうです。それに対し橋本さんが、サイコパスの片鱗を見せていたパンちゃんじゃねえんだよクソ野郎が、最低にも程があるとつぶやいてたのです。どう考えても格闘技を利用して組織的な犯罪をしていたパンちゃんが僕は悪いと思うので、苦言を呈してツイートしました。最低にも程があるのは、偽ポスターを印刷してサインしたキックボクサーのパンちゃんちゃうかなとツイートしたのです。あくまで引用リツイートだったのですが、橋本さんから返事は来て、相手が悪いことをしたらどんだけ侮辱してもいいって考えてるんだ、この人それが最低って言うんだよということで、今度は僕が最低ということになりました。そして僕は返信で、格闘界に最低なことをした格闘家犯罪者を格闘メディアに関わる人が市場でかばうことが問題と思ってツイートしました。いわゆる格闘メディアの人間が犯罪者であるパンちゃんを市場でかばうことは非常に問題だという趣旨です。なぜなら叩いてる人が悪いのではなく、犯罪した人が悪いからです。そして最低なのは僕でしょうかとツイートしたところ、橋本さんは犯罪者を市場でかばっているのではなく、侮蔑行為を最低だと言っているんです、犯罪者に対して何を言ってもいいとお考えですかと論点を外したツイートをしてきました。そこで僕の方で、僕が懸念しているのは、権力の監視が役目のジャーナリスト、メディアが格闘界において反対に犯罪者、暴力、嘘つきをもてはやしている傾向を懸念している。で、あえてもう一度聞きます、誰が最低ですかと聞いたところ、そこから音信不通です。全く連絡が来なくなりました。このようなことがあったのですが、ジャーナリズムっていうのは権力を監視をするのが役目です。ただ格闘技業界においては、権力を監視するどころか犯罪者や暴言暴力などをもてはやしてしまっているのです。ここに苦言を呈したのですが、全然伝わらないようでした。どう考えてもポスター自体を偽造し、これはいわゆるシャネのバッグを偽造しているようなものと同じです。そこに自分でサインを書いているのです。それを組織的に売っていたのですから、やはりもちろんこれは格闘技業界においては重犯罪でしょう。もちろん今は詳しいことは分かっていませんが、そこを断罪せずに、それを叩いている人たちが最低だというのはメディアとしてはもう終わっています。自分たちが権力の監視をしないといけないのに、権力にすり寄ってしまっているのです。そして朝倉未来も重犯罪を犯しています。朝倉未来は少年院に確か2年ぐらい入っていたのです。なんとその重犯罪というのは無免許運転なのです。おそらく原付を無免許で運転してしまったのでしょう。皆さんは路上の伝説になりたいからといって、このような重犯罪、無免許で原チャリを乗り回すのはやめてほしいものです。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週10時からライブ配信、日曜日やりますのでご覧ください。それではさよなら。